藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。Gスカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。11月24日水曜日、時刻は19時30分、 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間が本日もやってまいりました。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎です。そして私をいつもサッカーの知識などいろいろとサポートしてくださるのはこちらの方です。はい、藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組進めてまいります。前回はのぞくんがねピンチヒッターで喋ってくれてありがとうございました。本当に、はい、今日はちゃんと来れました。はい、失礼いたしました。はい、ゲストの選手への質問や激励のメッセージなど皆様からのメールをお待ちしております。メッセージの送り先のぞくお願いいたします。はい、メールの方は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは前回放送から今日までの間に行われました藤枝マイ FC の試合結果を振り返ってまいります。この2週間の間にホームゲーム2連戦行われました。11月14日日曜日、 J3 リーグ第27節バンラーレ八戸戦、場所はもちろん藤枝総合運動公園サッカー場。こちら前半は0対0でしたが、後半になると押谷選手のゴール、そしてそこから2、3分後ですかね、大石選手のゴールで見事勝利いたしました。2対0の勝利となりました。そして中5日明けました11月20日土曜日、 J3 リーグ第28節、こちらももちろんホームゲームです。鹿児島エネテッド FC 戦、この試合も前半は0対0で折り返しまして、バンラーレ八戸戦同様に後半に得点といきたかったんですが、残念ながら失点をしてしまいまして、その後追いつくことができず0対1で敗戦という結果になってしまいました。これに伴ってですね、夏の中断後から続いていた連続得点記録11試合ということで止まってしまったんですが、ただクラブ最多を更新しましたので今後にまた期待していきたいと思いますが、のぞくんいかがでしょうか、この2試合を終えて。そうですね、まあ、勝った八戸戦もそうですけど、はい、鹿児島ユナイテッド戦も何度か決めれるチャンスはあって、はいはい、先に相手に取られるとやっぱり苦しい試合になってしまうので、まあ、先に取るっていう大事さをまた改めて感じたなと思います。はいはい、そうですね、確かに前半からコーナーキックも多かったりとかチャンス多かったでしたね。そうですね、ですね、はい、はい、ということで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたします。今日のゲストは大石嗣俊選手と秋元道隆選手です。藤枝マイ FC の J2 昇格を目指して共に盛り上がってまいりましょう。東本マイ FC、この東根前 FC では毎回藤枝前 FC のどなたかにゲストとしてご出演をいただき、サッカーのことからとってもプライベートな話までいろいろとお話を伺ってまいります。というわけで今日のゲストの2人から自己紹介をいただきましょう。お願いいたします。背番号9番、フォワードの大石嗣俊です。よろしくお願いします。そして背番号6番センターバック秋元道隆です。よろしくお願いします。はい、本日のゲストは藤枝マイ FC 背番号9番フォワード大石嗣俊選手、そして背番号6番ディフェンダー秋元道隆選手ですが、お話を伺っていく前にこの番組のルール説明がございます。あえて先ほど番組の流れをご説明した時には伝えませんでしたが、この番組はノリよく楽しく正直にいろいろと話していただくという番組になっております。そしてこの番組は YouTube 用にここで今撮影もしておりますので、ノリが悪かったりするとイエローカードが出ます。イエローカードが出ますと罰ゲームとしてモノマネですとか何かしら一発芸を披露していただくことになりますので、明るくノリよく楽しくお話ししてくださるようお願いいたします。大丈夫でしょうか。レッドカード出してください。レッドの場合はどうなるんですか。はい、すぐ家帰るんで。いやいや、ダメです、ダメです。さあお話伺ってまいりましょう。まず前半は大石嗣俊選手のお話を中心に伺ってまいります。大石嗣俊選手のプロフィールからです。大石嗣俊選手は1989年9月25日生まれ、神奈川県出身、静岡学園高校から神奈川大学を経て2009年 JFL の FC カリアに入団、その後2014年から15年にかけて藤枝マイ FC に在籍し、2016年栃木 SC に移籍、翌年レノファ山口に移籍し、2019年には SC 相模原に移籍、2020年に5年ぶりに藤枝マイ FC に移籍加入して今年2年目、通算では4シーズン藤枝マイ FC に在籍というプロフィールでお間違いないでしょうか。はい
はい、よろしくお願いいたします。とても元気よくお返事をいただきました。イエローカードビビってる、いやいやいや、イエローカードビビってるとかやってくださいよ秋元さん。あの9月に J2 さんの200試合出場を1選手達成いたしましたけれども、まずはその時の感想から教えていただけますでしょうか。うん、そうですね、まあ本当に気づいたら200試合だったっていうぐらいで、そんなに意識もしてなかったですし、まあ、やっぱりチームメイトに550試合も出てる選手いたら200なんて別にそんな祝うような数字じゃないかなと思ってます。ご本人としてはそんなにじゃあ嬉しさもまだまだみたいな感じですか。いやまあね、200っていうのはまあ大きな、ね、数字で嬉しくはありますけど、はいはい、うん、やっぱ550試合をね、あの見ちゃうと、まだまだ大したことないなっていう、上には上がいるという感じですかね。ただこの200試合のうちのなんと半分以上、100試合以上が藤枝市なんですよね。あ、そうですね、はい、僕ちょっと計算したら110試合ぐらいが確か藤枝市ですよね、はい。まああの2010年の J 初年度の藤枝前出場を知っているもう数少ない選手というか、大石選手と、枝本選手の2人だけですよね、その時に在籍していた。そうですね、はいはい、それだけかな。あの、はい、よくこう藤枝前市以前在籍していた選手にその頃とどんなところ変わりましたっていうふうに聞くんですけれども、はい、逆にあえて以前の藤枝前市と今の藤枝前市で何も変わってないなっていうところがあるとしたら、それは何でしょうか。いやもうほとんど変わりすぎてびっくりしてたんですけど、やっぱスタジアムのところはもう本当変わってなくて、僕も高校の時からよくやってたスタジアムだったんで、まあ本当にこうホームをすごくより強く感じられる、僕はすごい素晴らしいやりやすいスタジアムっていうところは本当に何も変わってないなっていうところは、はい、なるほど、そこが一番唯一変わってないところっていう感じ。はい、そうですね、それがやっぱりもうまるまる変わったっていう感じですか、ね、いや相当変わりましたし、ちょっとびっくりしましたね本当に、うん、フロントのところも変わってるし、はい、もうちょっと違うチームなんじゃないかぐらい、うん、はい、変わったなっていう印象がありました、ね、よりサッカーに集中できる環境になっているって、ね、そうですね、相当変わって、そこもサッカーで集中できるような環境作りは、うん、なってきてるかなとはすごい思います。うん、そして大石選手というと、まあ、本当に得点力がすごくて、僕はまあ実は大好きな選手なんですけれども、ドカーンとこう豪快にゴールを決める時もあれば、はい、なんかループシュートで決めたり頭で決めたりと、はい、こういろんな形で点が取れる素晴らしい選手だなと思うんですけれども、はい、ご自身で思う一番得意なこうシュートの形とかっていうのはあったりするんでしょうか。シュートはまあ僕はクロスだったりこう相手をディフェンスをこう剥がして点決めるっていうところは得意というかストロングポイントであるんで、はいはいはい、まあ、それ相手との駆け引きの中で、点を決めきるっていうところは自信を持っているところです。なんか僕いつも放送室から見ていると、特にこう右斜めの位置とかからだと大石選手ってほぼ確実に決めるなっていう印象はあるんですけれども、はい、どうですかね、僕は練習通り打ってるだけなんで、そんなに意識はしたことないですけど、まあ、より右足で強く打てるところがそこの右の斜め45度の角度なのかもしれないですね、はい、うん、はい、この間 の八戸戦でもこう抜く選手からこうちょっとふわっとしたワンバウンドの大きなパスが来て、なんかボレー気味にゾーンと決めてた感じじゃないですか、はい、ああいったシュートとか本当上手だなと思うんですけれども、ああいうボレーとかっていうのはすごくまあ、ちっちゃい頃からよくやってたシュートで、はいはい、まあ、練習でも意識してますし、ああいったところは僕の得意なシュートでもあるんで、うんうんうん、はい、まあ、落ち着いてこうあの時は決めれたかなと思います。うんうんうん、いや本当にね、ああいうシュートを決めてくれるとスタジアムが沸くんですよね。またそういうの意識されてますか。はい、でもサポーターと一緒に喜べるっていうのはすごく嬉しいですし、はいはいはい、やっぱそういうシュートをこう決めるっていうのも、まあ、チームとしても盛り上げていけるかなっていう思うシュートなんで、うんうん、まあ、そこは本当によく決めれてよかったなと思います。はい、そして今季はですね、今のところ6得点ですけれども、なんとその6得点中5得点が途中出場で決められてるんですよね。はい、まあ、途中出場っていうのはちょっと大石選手にとっては不本意かもしれないですけれども、はい、そんな中でもこう結果を出すためになんかこう心がけてることっていうのはあったりされるんでしょうか。やっぱ途中で出る試合って結構難しいというか、はい、やっぱ流れを変えなきゃいけなかったり、まあ、負けてる状況だったらやっぱりひっくり返さなきゃいけないっていうところでは、まあ、いろいろ考えることが多いんですけど、はいはい、まあ、僕は意外と楽観的な考え方で、
まあ、途中で出ることっていうのは役割がまあほとんどはっきりしてるんで、はい、やっぱ前半からこうスタメンで出るのと途中から出るのだと、途中から出る選手は役割がはっきりしてる分、うんうん、まあ、そこのメンタル面の持ち方というか、まあ、そういったところは、まあ、こう試合の流れを見ながらどういうふうに入ろうっていうのはこう試合の流れを見ながら、準備できるんで、まあ、そういったところは僕はこう冷静にこう試合を見ながら、まあ試合の入りっていうのを考えながら試合見てるんで、そこはまあうまくこう入れてるからこそこう結果が出してる、うん、まあ、あんま点は取れてないですけど、ある程度途中からで点を取れるイメージは持って入れてるのかなと思います。アップしてる時に結構もう試合はチラ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 見てるっていう感じなんですね。チラチラというか、まあ、流れですね。やっぱりどういう風なチームの流れ、まあ、攻められてるのか、自分たちがボールをより持ってるのか、オープンな展開になってるのかっていうところは、まあ、ある程度見てて、ね、分かるんで、まあ、そこを自分のイメージと、まあ、すり合わせてこう入るっていうのはまあ、強くこう意識している部分ではある。なるほど、ありがとうございます。サポーターの皆さんとも非常に参考になるお話だと思うんですけれども、ちょっと柔らかい部分も伺っていくのかなと思うんですけれども、背番号について伺いたいんですが、はい、まあ、9という数字、今まで歴代で選ばれていることが多いかなと思うんですけれども、はい、9という数字に何か思い入れがあったりするんですか？9は僕は本当ルイス・スアレス選手が、はいはい、もう大好きなんで、はいはい、まあ、が、まあ、背負ってる背番号っていうので、まあ、それだけですね。9以外は特に本当に空いてる番号というか、あ、そうなんですね、はい、意識は。なんか18とか27もつけられてたみたいなんで、はい、こう9の倍数が好きなのかなとか思ったんですけど、そういうことは別に。18はなんでだろう、なんか空いてたからじゃない、だからその当時は確かサイズで確か番号決まって、確か。なるほどなるほど。で18来て、で27はもうなんか空いてたと思うんですよ。9以外はそんなに、うん、はい、意識します。はい、ありがとうございます、はい、ここでちょっとですね、秋元選手にお話を伺いたいんですが、今日のパートナー大石選手というのは普段はどんな感じの人になりますでしょうか？いや、まあ、練習前と練習後では体重がものすごく減っててなんでこんな減るんやろっていつも思ってます。それだけ活動量運動量が多いっていう感じですかね。ですかね。いや、って言ってますけど、ミツさんも僕と同じぐらい体重減ってるんで、あのお互いめちゃくちゃ汗っかきなんですよ、ね、なるほど。もうミツさんなんかだってパンツ脱いで絞って履いて練習やってますね。俺でもそう絞ってるやん、はい、お前絞らんやん。俺はし、はい、そのままなんだからべちゃべちゃっすよ靴。でもめっちゃ、はい、べちゃべちゃなんか俺はね、べちゃべちゃの中でそのままやって俺もべちゃべちゃやけど、俺絞ってべちゃべちゃ、はい、あんな脱いちゃダメっすよ練習中パンツ。いや、そうでしょ当たり前でしょそんな。なんか普段どんな人ですかって聞くと、他の選手は大体こうなんか普段は結構優しくて明るくてみたいな会話が多いんですけど、面白いですね。体重が思いっきり変わるっていうこと。体重めちゃくちゃです。3キロぐらい減ってる。3キロぐらいは2人でね、仲良く。なるほど、ありがとうございます。さあ、ちょっとまだ伺いたいんですけども、だいぶ時間迫ってきておりますので、ここで曲の方をお届けしたいと思うんですが、こちらは大石選手からリクエストいただいた曲ですけれども、何か思い入れはありますか？思い入れというか、僕高校の時に、はい、あの選手権の時の応援ソングだったんですけど、はいはい、もうそれをもうすごいよく聴いてたんで、うん、はい、パッとあんまり普段音楽聴かないんで僕。あ、そうなんですね、はい、なんで昔聴いてたというか、はいはい、じゃあここで曲紹介お願いできますでしょうか？はい、あやかでスタートトゥーラブです。東言前 FC、藤枝前 FC 徹底応援番組東根前 FC、 本日は藤枝前 FC 背番号9番フォワード大石嗣俊選手、そして背番号6番ディフェンダー秋元道隆選手を迎えしております。後半は秋元道隆選手のお話を中心に伺ってまいります。まずはプロフィールからです。秋元道隆選手、1982年9月24日生まれ。あ、大石選手と1日違いなんですね。あ、そうなの。誕生日そうでしょ忘れたんすか静岡県静岡市出身、清水商業高校から法政大学を経て2005年にバンフォーレ甲府に入団。6シーズンを過ごした後、2011年京都サンガ FC に移籍、2014年にはカターレ富山に移籍し、翌年2015年からは東南アジアのタイにあるタイホンダ FC に4年間在籍、そして2019年藤枝前 FC に加入し、今シーズンで3年目という経歴でお間違いはないでしょうか？はい、はい、よろしくお願いいたします。
秋元選手はもうプロ17年目と素晴らしい経歴なわけですけれども、長く続けられているこう秘訣というのはご自身でどういうふうに思われてますか？まあ、そんなに大きな怪我なくやれてきてて、はいはい、まあ、体が丈夫だっていうことだと思います。うんうん、ご自身でもやっぱり丈夫な体だなというのは感じられる？そうですね、まあ、昔から体も大きかったですし、はいはい、カメラバトンでこう両手両足をくねくね動かすこう機械トレーニング見たりしたんですけども、はいはい、体が結構柔らかいみたいなのもあったりするんですか？そうですね、まあ、あのトレーニングやってから、まあ、またさらに柔らかくなったと。はいはい、なんかこういろんなアスリートの方にお話を伺うと、どのアスリートの方もやっぱり体が柔らかいってすごくこう怪我しない上で大事だっていうふうに言ってる選手が多いと思うんですけども、秋元選手その辺はどんなふうに感じられます？いや、どうなんですかね、まあ、体が硬くても矢沢選手みたいなね、何にもの後に何が続くのか気になりますけど、でも矢沢選手って体硬いんですか？硬そうだよね。イメージ硬いし、ストレッチやってるとか見たことないよね。そうなんですか。はい、それでもね、何年やって19年、はいはいはい、550ですからね。なるほど、偉大ですよ。そうですね、なんか今日矢沢選手の話が多いですね。さて、事前にいろいろアンケートで伺っていまして、今までで一番〇〇だった試合時期とその理由を教えてくださいというアンケートを取らせていただいたんですね。で、〇〇は大石選手、秋元選手が自由に埋めてくださいというふうに伺ったんですけれども、この一番〇〇だったっていう部分には何が入るんでしょうかね、この回答は。まあ、最後に一緒にやれたっていう、はい、先週のジュビロの試合、はい、はい、がいい思い出でした。はい、森島選手そして矢沢選手と最後の試合だった。はい、サンバカが最後だったんで。サンバカ。まだまだまだ。はい、サンバカですね。はい、サンバカです。はい、3人目はこれあつぐいなかったか。俺でしたね、そこは。なるほど。でも秋元選手もね、もう17年やられていて、こう、はい、プロに入るときに何かこういう風になっていこうみたいな、ご自身でこう掲げた目標とかっていうのはあったりされますか？やっぱり J1 でプレーして日本代表になりたいっていうのは、やっぱもう小さい頃からサッカー始めた頃から思ってました。はいはい、でもそういう意味では J1 でのプレーは叶っていますもんね。そうですね、幸せなことに1年目で J1 上がって、うん、で2年目からやれましたね。はい、そして逆に今後将来に向けて目標にしていきたいこととかっていうのは何かあったりとかされますか？やっぱタイに住んでて、やっぱ海外いいなって思ったんで、まあ、海外に住みたいっていうのはあります。またタイがいいですか、それとも別の国？いや、もう別にタイじゃなくてもシンガポールとかマレーシアも行ってよかったんで。はい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 、僕実はシンガポール住んでたんですよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃいいじゃないですか。いや、別に自慢してるわけでもないですけどね。タイでの暮らしっていうのは結構大変なことも多かったかと思うんですけども、いかがでした？まあ、本当行った半年はもう日本のテレビもなかったですし、はいはいはい、ずっと YouTube 見て、うんうん、もう本当それが本当きつかったですね。まあ、うん、ご飯もタイ飯しか食べてなかったですし、うんうんうん、まあ、トンネルズの何だっけ、男気じゃんけんとかの、はいはい、ずっと見てて毎日。あれに本当助けられましたね。その頃はあれがなかった、あれなかったらどんな風になってた。確かに海外行くと本当最初きついですよね。うん、僕も最初2ヶ月ぐらいかなりきつかった印象があるんで、なんかすごくその気持ちが分かりますね。続けてですね、オフシーズンに入ったらやりたいと思っていること、やってみたいことは何でしょうかという質問にはなしということなんですが、特にこれがやりたいとかってないですか？いや、別にないっすね。なんかある？いや、どっか行きたいとか、なんか、ね、我慢してたお酒ちょっと飲みたいとか。そうですね、お酒我慢したらなんか、ね、なるほど。どうさないの、ね、我慢してたお酒はね、飲みたいですよね、それはね。我慢してたんだから。さあ、秋元選手にですね、リスナーの方からも質問をいただいておりますので、ちょっとじゃあ質問を聞いてみましょうか。先ほど のジュビロ・ヤタンとの練習試合の件でですね、質問いただいております。ニックネーム、タイホンダ FC ナンバーファイブさんですね。手応えや収穫できたものなどを教えていただけますでしょうかということなんですが、ジュビロ・ヤタンとの練習試合。俺がチームがですか？それはもうどちらでも、個人としてでもいいですし、チームとしてでもいいですし。なかったですか？どうですか？手応えか、まあ、やっぱり全然試合に
やってなかったのもあったんで、はい、まあ、確認しながらっていうのもあったんですが、まあ、やっぱ最後のとこで、まあ、止めるであったり、うんうん、足ミスたりミス誘うっていうことはやっぱ最後できてたんで、まあ、そこは良かったかなと思うし、うんうんうん、まあ、あとはやっぱもうちょいビルドアップのところでなんとかもうちょいうまくできたかなと思うし、この辺こうチームとしても今後いろいろ課題としてやっていきたいというところですかね。どうなんですかね。じゃあ次の質問、勝つことが一番じゃないですか、ね、あ、まあそうですよね、確かに勝つことが一番です。ラジオネームゴーアさん、各選手のカメラバトンでチーム最低延長ながらいろんな選手からいじられて愛されていることがよくわかります。チーム内で一番いじってくる選手は誰でしょうか。いや誰だろう、みんな誰かな、誰です、みちさんをめちゃくちゃいじってるじゃん。いや秋山はマジで結構言ってきますよ。前クラブハウス新しくなったんですけど、はい、まあ、古い時に、はい、シャワー浴びてたらみちさんつって早く出てくださいって言うと思うじゃないですか、はい、早く引退してくださいよ。なんてことを言うんでしょうか。お前じゃん。あいつはね、あのそういうそういうやつなんでね、そんなこと言ってくるんですよ。まあでもそれは確かにかなり面白いいじりではありますね。なかなか度胸あるな。早く出てくださいでしょ。なかなかね、みちさんに言えるのはね、いないですからね、あんまり。秋山選手ぐらいですか、そういうことを言える。いましたね。今でも覚えてますよ。はい、さて、大石選手から見て、秋元選手というのはどんな選手になりますか、普段。いやもう本当優しい。はい、ね、人ですし、多分マジで本当何言っても怒らないというか、はい、本当にね、練習中はね、もう練習中はもうめちゃくちゃ怒ってばっかりで、はい、うるせえなとか思いながら、あのそれぐらい怒るぐらいなんですけど、もうピッチ離れたらもう本当優しくて、はい、何言っても本当頭叩いても多分怒られます。はい、全然大丈夫です。普段怒ってるとか全く見たことがない。もう本当見たことないですね。本当に見たことないですよ。本当見たことないです。はい、いやなんかちょっと一見こわもてじゃないですか、秋元選手って。でもすごい目が優しいんで、なんかそう、優しい選手だなっていうのは感じますね。本当に おかしいな。いかつくいかつく。さて、まあ、時間の方も来てしまいましたので、ここでですね、秋元選手からのリクエストの曲に行きたいんですけれども、この曲に関しての思い入れというのはありますか。初めて買った CD です、ね、うんうんうん、なるほど、やっぱり兄貴に誕生日プレゼントであげようと思ってる、はい、あ、そうなんですね、はい、でも中学1年生ぐらいかな。ご自身としても好きな曲っていう、ね、まあいい歌だなとは思います、はい、分かりました。じゃあ曲紹介をお願いいたします。大滝詠一で幸せな結末です。東本前 FC。お送りしてまいりました藤枝まやし徹底応援番組闘魂まやし、そろそろお別れの時間近づいてまいりました。この番組毎月第2第4水曜日生放送ですので、次回は12月8日水曜日の放送となります。そして次回放送までに行われる試合情報です。 J3 リーグも残り2試合となりまして、まずは11月28日今度の日曜日ですね、第29節 FC 岐阜戦アウェーの試合が岐阜メモリアルセンター長良川競技場にて14時キックオフで行われます。そして翌週12月5日日曜日、第30節今季最終節のホームゲーム YSCC 横浜戦がもちろん藤枝総合運動公園サッカー場で、こちらも14時キックオフで行われます。のぞくん、いよいよ今シーズンも残り2試合となりましたね。そうですね、はい、まあ、あと2試合本当2021シーズンで最高の試合を選手、はい、スタッフ含めてやると思うので、はい、まあ、また一緒に最終節含めて次の、まあ、まずは岐阜戦を、はい、勝ちたいと思います。そうですね、はい、そして最後に今日のゲストのお二人から番組のリスナーやファンサポーターの皆さんに向けて一言ずついただければと思います。まずは大石選手の方からお願いいたします。はい、まあ、今日もねこうサポーターの人たちがねラジオのこの前に来てくださって、はい、ありがとうございます。本当に藤枝まやしを応援してくれてるこの皆さんに、一つでも、順位を上げて、終われるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。秋元選手もお願いします。いつも応援ありがとうございます。残り2試合最高の試合をして勝利して皆さんに笑顔を届けたいと思って頑張ると
思います。はい、というかでお送りしてまいりました藤枝真弥徹応援番組闘魂真弥。次回は12月8日水曜日の放送です。 G スカイ FM 島田でまたお会いしましょう。なんですが今日メッセージたくさんいただいておりまして、伺えなかった質問に関してはこの後 YouTube 用の方で少しでですねお二人にお時間いただいて質問していきたいと思っております。というわけでまた次回にお会いいたしましょう。ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝真弥氏強化部の大迫のぞみでした。じゃあ最後は全員でいきましょう。せーの、さようなら。はい、今ラジオ生放送が終わりましたので少し皆さんからいただいた質問に大石選手と秋元選手に答えていただこうと思っております。まずは大石選手に伺います。ラジオネームヒロさんです。藤枝真弥氏に戻ってきてくれましたが決め手は何だったのですか。決め手なんだろうな、まあ、何回も、まあ、声かけてくれたっていう、まあ、その誠意、はい、に応えたいなって思いもあったし、まあ、成長させてクラブだったんで、まあ、どこかで恩返しできればなと思ってたタイミングでまたオファーいただいたんでそこで決めました。はい、ありがとうございます、はい、そしてですね大石選手のカメラバトン見ました。すっかり忘れていたミッション1、お気に入りの私服コーディネートをやってないですが、この私服はどんなスタイルが多いのですか、また好きなブランドはありますかという質問をラジオネームゴーアさんからいただいておりますが、いかがでしょうか。はい、まあ楽というか、まあ気軽にこうパッと出れるような格好が好きなんで、まあ、白と黒とかそういう単純な色の服が多いんじゃないですかね。なるほど、はい、結構あれですかシンプルな服が好き。そうですね、シンプルとか、まあ、楽。白のパーカーじゃない、白のパーカー多いですね。パーカーばっかり着てるかもしれないですね。結構そういうイメージなんですね、パーカーをいつも着てる。パーカー白、うん、もうちょっとちゃんとしたところ行くときはもうちょっと違いますけどもね。でも白のパーカーだはい、そこは、はい、ラジオネームライジンさんからは、コロナが落ち着いたらグアムでマリンスポーツをしたいとプロフィールに書かれていますが、ビーチですかそれとも潜るんですかという質問ですが、ん？クラブのプロフィールにコロナが落ち着いたらマリンスポーツをしたいというふうに書かれてるというふうに。俺そんなこと書いてあるもう覚えてないですね、はい、ビーチですかそれとも潜るんですかと書いてありますが、特にあんまりそこまで考えてないって感じですか。そんなこと俺書いたっけな俺のやつだっけなこれ。グアムで、あーなんかあれかな、潜りたい、潜りたいんじゃないですか潜れんだそもそも俺泳げないんで。じゃあダメじゃんなんで雑な回答なの。ビーチで日焼けじゃんお前ビーチで日焼けなんかな、はい、そしてですね秋元選手にはあの番組の中で結構聞けたんですけれどもこちらがあるかな、はい、ラジオネームライジンさんからですね、秋元選手もクラブのプロフィールに書かれているあの最近の悩みのところに服のデザインと書いていますけれども、具体的にどういうことでしょうかということなんですけど、AKMT っていう T シャツを作ったりして、はい、自分で着て、はいはい、でまあ後期とか、はい、誰だと、まあ、杉とかに売り飛ばしてるんですけど売り飛ばしてるって聞こえが悪すぎますあでも本当に売り飛ばすわけじゃないけど、本当に作ってるんですか AKMT っていうデザインは。まあ、作ってるっていうか、まあ、友達が、はいはい、なんか俺がなんか普段着ていけるようなやつをなんか作ってくれて、はいはい、でそれを着てったら、まあ、後期とかまあちょっと何それみたいな感じになったんで、まあ、だから、はい、バーベキューとかキャンプ行く時用の T シャツとかパーカーとか作って、はいはい、でそれをちょっとね買ってもらって、でもそれ買う時にあいつらこんな高い金じゃ買えないっていう俺がいつも毎回1000円出してだから買うたんびに俺が1000円なくなる。秋元選手際どい話が起きて面白いなさあお二人に質問ですというのもいただいておりますが、鍋が美味しい季節になりました、お二人が好きな鍋は何鍋ですか。ラジオネームなこさんです。じゃあ大石選手から教えていただけますか。鍋なんだろうな、はい、鍋かあんま食べないですねその中でも焼き物でしょ、すき焼きとか、あ俺鍋辛いのとかダメなんで、はい、ごま豆乳そう2人とも鍋あんまり反応が良くないじゃあそこで最後にしましょうか。ラジオネームエマちゃん、好きな女の子のタイプを教えてください。じゃあ大石選手から。好きな女の子のタイプ
なんだろう。なんだろうな。好きな女のタイプ。なんだよな。笑ってくれる人が好きかな。なんかちょっと適当感があるんですけど。例えてもらいます、あの芸能人、有名芸能人でいうと誰が好きとかありますか。はい、俺でも昔から鈴木亜美が好きって言ってます。あ、はい、クラブのプロフィールにもね書かれてますけど、はい、ずっと変わってないんですか、その辺は。同級生、あ、同級生なんですか、マジで。そうだよね。そうなんだ。あ、でも鈴木亜美さんってそのぐらいの年齢です ね、 ですね、確かにから好きで、はい、変わってないですね。なるほど、はい、はい、秋元選手は好きな女性のタイプは。タイプでもいいですよ。昔やったんですけど、はい、なんかもうだんだんなくなってきますよね。何ですかそれ。どうですか。いやいや、どうですか、僕に質問しないでください。だんだんなくなってきちゃうよな、そういうの。優しい人なら、優しい人ですかね。照れてますね、ちょっと。照れてっていうか、まあ、パッと出てこないですよね、もうなんか年取ってくると。じゃあ芸能人で言うと誰かな。昔、え、今の若 いや昔あれは好きでしたよ、上戸彩とか。ああ、上戸彩さん、はいはい、懐かしいですね。懐かしいって今もガンガン出てますね。でも若い頃の上戸彩さんが好きっていうイメージなのかなと思って。はい、なるほど、ありがとうございました。他にもメッセージいただいておりますが、このメッセージはあの2人にこの後読んでいただきますので、今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。